こんにちは。子供服作りのオンラインスクール講師の河野幸恵です。今回は初めてのロックミッシュの選び方についてご紹介します。ロックミッシュの基本的な部分とか、おすすめのポイントっていうのをご紹介させていただきますので、ロックミッシュに変えたいなっていうふうに思っている方ですとか、あとは服作りもっと上手くなりたいとか、そういうふうに思ってらっしゃる方はぜひ最後までご覧ください。はい、それでは始めます。まず、このロックミシンと、あとは家庭用ミシンの違いは何かっていうと、既製品のような仕上がりになるかどうかっていうことです。で、私もこのロックミシンを買う時っていうのは、既製品のような、ね、仕上がりにしたかったから買ったんですけど、家庭用ミシンで作ったものと、既製品、何が違うかっていうと、やっぱり裏の端っこの処理方法ですね。これが全く違うんです。家庭用ミシンだったらジグザグ縫いで、しますよね。でもこのロックミシンだと、こういうかがり縫いをすることができます。で、今着ていらっしゃるお洋服の、縫い目を見ていただくと、こういうふうなかがり縫いになっているんですけど、これをするだけで既製品のお洋服のように仕上がります。なので満足度はすごく高くなります。もう一つの大きな特徴としては、ニットソーイングに強いということですね。で、こういうミシンっていうのは、押さえと送り金の間に生地を挟んで縫っていくんですよね。なので、この押さえと送り金の摩擦で、どうしても伸びてしまうんですよね。で、家庭用ミシンの場合は、いろんな対策をしたりとか、伸びにくい生地を使うとか、そういうような対策をすることで、ニットも縫うことはできるんですけど、かなり伸びる、こういうリブニットですね。こういうリブニットとかめちゃくちゃ伸びる薄いリブニットとかあるんですけど、こういうものは家庭用ミシンでは、縫いにくいものなんですよね。このロックミシンだと、ここのね、作動っていう部分ですね、ここを上げることで、生地を縮ませながら縫ってくれることができるので、どんなこういう風なニットでも、ロックミシンでは縫うことができます。簡単な T シャツとかパンツとか、このロックミシン1本で縫えるようなものっていうのがあるので、でそういう風なものだと、ズボンだったら10分とか、T シャツとかでも10分、20分とかぐらいで完成することができるので、ものすごく完成が早くなってきますね。今はこの家庭用ミシンでね、月1着とか作ってらっしゃる方でも、週に1回とか、そういう風に作ることができるので、やっぱりどん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 数をこなして、お洋服作りを上達させるってことも可能になってきます。なのでね、家庭用ミシンでもこのお洋服っていうのを作ることができるんですよ。なのでこういうふうなね、もちゃくちゃ伸びる生地を使わなかったら、この家庭用ミシンでもニットソーイングができるので、このロックミシンを買うタイミングっていうのは、もっともっと上手くなりたいとかいうふうに思ったタイミングでもいいんじゃないかなっていうふうに思います。ロックミシンね、そんなに安いものではないんですよね。なので、安くはないロックミシンを買ってしまって、その後にやっぱりお洋服作りあんま面白くないなとかいうふうに思ってしまうと、ものすごくもったいない買い物だと思うので、お洋服作りをね、少し家庭用ミシンで楽しんでもらって、もっともっと楽しみたいっていうふうに思った方、買ってもらえればなっていうふうに思います。私のスクール生も初めはね、家庭用ミシンで始めて、もっともっと早くやりたいなとか、そういうふうに思われた方はロックミシンを買うっていう傾向にありますね。で、大体皆さん3ヶ月目ぐらいでそういうふうに思われるみたいで、3ヶ月目にロックミシンどうしようどうしようみたいに悩まれてる方が多くいらっしゃいます。で、おすすめのロックミシンはこちらですね。私が持っているベビーロックの糸取り物語です。で、私はウェーブっていうのを買ってるんですけど、ウェーブじゃないものもあります。ウェーブの違いというのはまたお話しさせていただきますね。このベビーロックの、ね、糸取り物語持っている方非常に多いんですけど、やっぱり一番使いやすいんですよね。で、何が一番使いやすいかっていうと、糸調子を自動で調節してくれるんです。ロックミシンって Google で検索してもらうと、いろんなロックミシンが出てくるんですけど、大体はね、ダイヤルがついてるんです。ここら辺にピッ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 って。で、このダイヤルは何かっていうと、糸を通した時にこの糸調子をね、ここで調整をして、いい感じに合わせていくんですよね。ダイヤルちょっと回して試しにして、あ、この糸がちょっと浮いてるな、じゃあここちょっと強くして縫ってみて、あ、ちょっとダメだなって試し縫いして調整してっていうのを繰り返して、いい感じのところを見つけていくっていうのが、安く手に入るロックミシンで多いんですけど、疲れちゃうんですよね。このミシンを買ったミシン屋さんがおっしゃってたんですけど、中古のそういうふうな安いミシンを持ってきてこれを買う人っていうのが多いよって、なんか4回ぐらい使って挫折して持ってくる人が多いねみたいな、そういうふうに言っていたんですけど、もう糸交換が本当に本当に大変って思われるみたいなんですよね。めんどくさいロックミシンはね、挫折につながるんですけど、これは自動で糸調整をしてくれるので本当に楽です。糸調子を何回も何回もせっかく合わせたのに糸を交換するなんて、もう二度とやりたくないじゃないですか。もうずっと黒のままでいるとか、ずっと白のままでいるみたいな、そういうわけわからんことになってしまうんですけど、糸取り物語ウェブの方は、めんどくさいっちゃめんどくさいんですけども、挫折するほどでは全然ないですね。家庭用ミシンは1回で終わるのに、これは4本買えないといけないのかみたいな、ちっちゃいレベルですね。
で、この糸取り物語はね、本当に簡単なんですよ。ちょっと実演してみますね。ちょっと白でね撮影したんですけど分かりにくかったので黒でご紹介しようと思います。でこれが普通のサイズですね。 1500m と6ミシンの糸で、これが 5000m かな、それぐらいの大容量のやつになります。なのでたくさんお洋服作りするわっていう方はこっちの方がね 1m 単価は安くなるのでおすすめになります。まず針糸の方からご紹介すると、この糸取り物語ウェーブは完全自動ではなくて、こういう器具を使って針穴に糸を通すことができます。ワンタッチで簡単に糸が通せます。でもこのワンタッチもね、慣れるまで結構大変なんですよね。無理にこれを使わずに、あの手動で針に通しても大丈夫です。で感動するのがね、この下糸の方なんですけど、これがね画期的でものすごく簡単です。この穴に糸を通して、このエアボタンを押すと履いていてくれるんですよ。ここからね出てくるんですけど、見といてくださいね。ほら出てきたら分かりました。ここから出てきました。はい、じゃあ次はこっちですね。下から出てきます。出てきた、あ出てきた、ここから出てきてます。であとはねこれ、はい、踏んで10センチぐらい出していきます。初めてロックミシン使った時、これめっちゃもったいないなって思ったんですよね。家庭用ミシンだったらここまで出すのありえないですね。こんな感じで簡単に糸通しをすることができます。こんな感じで簡単に糸のセッティングができるんです。糸の交換もねすごく簡単にできる方法があるので、それはまた別の動画に撮っておりますので、概要欄の方からご覧いただけたらなというふうに思います。私がそのロックミシンを買いたいと思った理由のもう一つが、この巻きロックになります。よくハンカチとかの周りをね巻きロックで仕上げてるやつがあるんですけど、それがねこのロックミシンでやることができるんです。で三つ折りとかってものすごくめんどくさいじゃないですか。このワンピースの裾なんですけど、こういうフリルの端っことか、こういうのもね巻きロックで処理するとめちゃくちゃ楽ですね。ちょっと糸交換がめんどくさいぐらいなんですけど、三つ折りよりもだいぶ楽なので、私はよく巻きロックでね仕上げてしまいます。この糸取り物語ウェーブの、このウェーブですね、ウェーブは変わった巻きロックをすることができるんですね。で、この巻きロックウェーブは、これワンピースのこの裾に使っていまして、こういう風な感じですね。交互に波打ってるように、この2色を使ってね、こういうウェーブをすることができます。で、めちゃくちゃ可愛くないですか？いろいろ試してみたんですけど、色と色の組み合わせはね、なかなか強烈になるので、白と色のある糸の組み合わせっていうのが一番いいかなっていうふうに思います。で、この巻きロックやりたい方、ウェーブをね、チャレンジしてもらえたらなと思います。あとこのゴミ受けですね。このロックミシンはここでね角を切りながら塗っていくので、ゴミがどん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 ここに溜まっていくんですけど、このゴミ受けを使うことでビニール袋をつけるとここにゴミが溜まっていくっていう仕組みになるので、すごく役に立ちます。で、私はこれオプションでつけてもらったので、知らなかったら買わなかったんですけど、ぜひねゴミ受けをねつけてもらったらなっていうふうに思います。でロックミシン買いたいなっていう方はぜひね、店頭で一回触ってみてください。ベビーロックのホームページ見てもらうと、取り扱いの店みたいな、そういうような一覧が書いているんですよね。でそこから都道府県を選んでもらって、ベビーロックを取り扱っているお店で、触ってみていただければなというふうに思います。で私が買いに行ったところは、ミシン屋のねおっちゃんが試し見をしてくれたんですけど、もう初めてのロックミシンを見る人ってスピードに驚かれると思うんですよね。もうあーって早くやるので、なんでこのおっちゃんは神業を使うんだみたいな感動して悩んで見に行ったので、もうそれを見た瞬間即決してしまったぐらい、もうすごくインパクトが強かったです。ここではこのロックミシンの使い方の相談を電話で気軽にしてきてねとか、まあそういうようなサービスをしていただけたし、糸とかねそういうミシンの押さえとかめちゃくちゃサービスしてくれたんですよ。それは大きなお店とは違う個人でやられてる方だったんですけど、そういうところのメリットかなっていうところでもあると思うので、まあそういうようなサービスがいいところっていうのはね見つけてもらえたらなっていうふうに思います。ロックミシン自体は20万前後のお買い物なんですけども、まあ、20年以上使うことができるようなものなので、長い目で見ると安い買い物かなっていうふうに思います。買える方はね世界が変わるので、ぜひ買ってみてください。
はい、それではね、今回の動画参考になったとか楽しかったとか、そういうご意見ございましたら、ぜひコメント欄に書いていただけると、私の今後の活動の励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。これからも服作りに関する情報をお届けしていきますので、服作り上達したいなとか、チャレンジしたいなとか、そういう方はぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。そして私はこの、ロックミシンをより活用できるために、子供服の作り方をお伝えしております。スクールで伝えているオンリーワンの服の作り方をギュッと濃縮した、オンリーワンの服を作るための4ステップ、公式 LINE の方でプレゼントしておりますので、気になる方は概要欄に URL よりお問い合わせいただければなというふうに思います。はい、それでは最後までご覧いただきましてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。